皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・エターニア実況プレイパート8やっていきます。さて、グランドフォールを食い止めるための大奨励探し第1弾、水の奨励ウンディーネと戦います。さて行こう。ここまで来たということは覚悟ができたということですね。手加減はいたしませんよ。こちらこそよろしく、よろしく。キールは戦えるさ。では参ります。さあ、とりあえず弱点調べておこう。水に耐性があって雷に弱い。だったら術技の制限も赤エッジをなしにして、メルディー客にライトニングのみにしよう。おくそ、命中率に問題があって当たりにくいのかな。少しでも命中率上げていくためにレイピアでいきましょう。いいね。くっ、もう当てた。よし、いいね。貫通する技かあれは。よし、追いやったぞ。おい、スリルキャだ。 TP がなくなった。よし、おめで、クソ。うん、やばい。いうなぁ。あとした。うわー、メルディ倒れっぱなしだ。経験値もったいない。気持ちの集まり方お見事です。あなた方の力になりましょう。ありがたい。しかし私はインフェリにおいて根源奨励の一つに過ぎません。あなた方が目的を達成するには、すべての大奨励が必要でしょう。すべての大奨励。どこにいるんだ、他の大奨励は。私は、クレーメル刑事の中に身を収めることにいたします。待ってくれ、他の大奨励たちは一体どこに。ウンディーネが、クレーメル刑事入ったよ。見せてくれ。メルディ、はいな。おと、クレーメル記事の、特殊な操作ですね。とフリンジをします。あら、待てよ。奨励の施設を見て奨励の入れ替えをします。これね、ウンディーネがいますね。で、まあ使ってるうちにウンディーネがだんだんレベルが上がっていて、まあ、関連の技が強くなったりとかするんじゃないのかな。よくわかんないけど、でクレーメル刑事にアイテムを使用します。これもなんかよくわかんない、なんかあった気がするけどね。でフリンジをします。新たな奨励が発生する可能性がありますが、奨励の活力は平均化されます。
というわけでね、その活力っていうのがあるんですけども、まあ、その症例の活力がいっぱいになれば、まあ、必殺技的な感じでね、症例を召喚することができるということですね。ね、フリンジしたことによってスプレッドが発生。症例コマンド選んでみた？いえ。はい。もう一度ボタンを押すと症例を入れ替えますか？フリンジにより入れ替えが有効になります。うん。まあ、一回フリンジしてしまえばどっちに入れててもいいというやつですね。まあ、キールは水属性の技が使えるので、これはメルディにつけてもいいのかな？あれだ。活力ゲージは何を表しているんだ？大症例が元気かどうか分かる目安だな。ウンディーネは水の大症例だから、水の勝率と使えば上がるよ。ゲージが最高になるとどうなるの？大勝利そのもの召喚できるよ。そりゃすげえな。早く見てみたいぜ。戦闘中バイタリティ マキシマムの表示とともにキャラクターステータスの下にマックスの表示が出たら、術技メニューから活力が最大になっている召喚術を選択することができます。 OK。 これは術技としてどっちについてんだ？あ、ついてますね。ここにね、勝手に使ってくれた構わないのが。まあ今後いろんな症例も出てくると思うので、それでまたね、いろんな魔法を使えるようになるでしょう。これ何回使って今76回、結構使ってたな。よしよしよし、ほい、いいね。さあ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 、ん？この辺りは空気もきれいだし安全そうな場所だな。それがどうかしたか？ちょっと休憩していこっか。あ、それも悪くないな。素直に言えよ。ナキル、大症例って全部で何種類いるんだ？正確にはわからん。だが一般的には4種類いると言われている。水、火、風、以上3つの根源症例とそれらを統括する光の症例だ。へえ。で、ウンディーネ以外の大症例はどこにいるんだ？ウンディーネは教えてくれなかったね。自分で調べるとこなんじゃないの？大症例と人間とでは存在する次元が異なるんだ。人間の前に姿を現してくれただけでもすごいことなんだぞ。そっか、そうだよね。なあ、これからのことなんだけどさ、インフェリアを目指そうぜ。インフェリアって王様のお城に行くってこと？ああ、全ての大症例を集めるなんてもう俺たちの能力を超えてるぜ。俺たちはグランドホールについて王様に話すだけで十分だ。違うか？でも私たちにだってウンディーネと契約することはできたよ。たまたまうまくいっただけさ。何かあってからじゃ遅いんだ。身の程わきまえろよ。慎重だな。国の一大事は王に報告する義務があるな。キール、大体王の許可も取らずにあちこちで大症例探しをやってみろ。いらぬ嫌疑をかけられないとも限らないぞ。そっか、決まりだな。次の目的地は王とインフェリアだ。大症例は心配すんな。王様がグランドホールのことを知ったら軍隊を総動員してあっという間に全部の大症例を見つけてくれるぜ。メルディ、私たちの王様を信じてね。お、よほどいい王様と見た。でもやっぱメルディはどうも不安そうじゃないね、不満そうですね。王とインフェリアへは密林を抜けていくんだ。川沿いに南東へ進め、橋を渡った先にある。
オッケー。さてさて。でっかいの来た。あれ、くそ。よいしょ。ターゲットがおかしくなってるな。一番端ですね。よいしょ。お、いいね。よいしょ。あ、もうあれ使っていいのか。真空エリア。すごいね、いいバランスだ。これ最強でおすすめね、おすすめ装備で、あ、どっちかしら選べねえんだ。バランスの取れたやつがいいのにな。強いて言えばちょっとね、リーチ短いのがちょっと気になるところだけれども、あ、当たんね。よいしょ。当たんね。よし、ではでは、おう。変える。ほい。おっとっと。お。探検全然敵を巻き込めねえな。数値だけ見れば強いけど使いにくい。やっぱり剣だ。うん、もうこの剣にした瞬間のこの攻撃範囲の安定感。おっと、よし。ねえ、さっきの戦闘のせいでメルディだけレベル1個置いてかれちゃったよ。なくて技が使えない。フラッシュアップ。でも何も覚えない。おあった、レンズ10枚目。空中的めんどくせえな。勝て。もう、へえ、よいしょ、よしよし、カメ硬いな。魔法で一気にぶっ飛ばしてくんねえかな。いて、いいよ。よし。おい、引っかかってる。じゃあとりあえず戻ります。96、あと34回。いいね、レベルアップ。ちょっとモルルに行って回復するか。
回復アイテムも少し補充しておきたいし。おっと、よし、いいよ。さてさて、モルルまで地味に距離あるんだよね。でもまあさすがにこの状態のままね、次の場所にもう突入はできない。そうか、よいしょ、見て、ハンマー投げてきた。投げたハンマーが戻っていく原理は一体何だ。どう考えてもそんなブーメランみたいな軌道にならないでしょ。宿屋とね、薬屋とか道具屋とか行っておこうと思います。お金結構たまったな。あ、そっか、取ったのか、装備しなきゃ。タリスマンとメンタルバングル、あーどっちかってばいっぱい使うからな。 TP こうだな。売るとめっちゃ高かったけど、さすがにもったいないからね。アップルシードルいらないかな。使いにくいからいいや。この辺もいいや。売っちゃえ売っちゃえ。オレンジ組をね、しっかり買っておきたいと思います。スペクタクルズは一応ボスの弱点を調べるときだけ使っておこう。食材。よし、行きましょう。で、宿屋で回復。よしよしよし。それじゃあとりあえず行けるところまで行こうかな。でもな、杉の森結構手ごわかった気するんだよね。戦闘がっていうよりも、攻略がね。よいしょ。おうわ。よいしょ。おっと。えい。はい、外した。いいね。間違えた。お、なんかいろいろ表示されてる。チーズの105、あと25回。ファラは全然まだだな。全然まだだな。キリササメいて、おいしょ、ほい。よしよしよし。ともう道なりに進んで、ここの森を越えればその王様がいるお城ですね。さあ、運んでくるぞ。
おぉついでにね、回復もするっていうね、なんていい魔法だろう、魔法というか召喚魔法だろう。敵に大ダメージを与えて、なおかつ回復までしてしまうっていう。よし、じゃあ一応ここが次に向かう森なんですけれども、ちょっと一筋縄ではいかない攻略になる気がするので、これちょっと短いんですけども、この辺にしておこうかなと思います。とりあえず行けますか。なんか最近楽しそうだな。そう、人の役に立ってるからかな。同じぐらい迷惑もかけてるけどな。なんでよ、どこが迷惑だっていうの。いけるいけるとか先頭立って3時間も道に迷ったのどこのドイツだよ。よし、ではセーブ。よしと、ではテイルズ・オブ・エターニア実況プレイパート8はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるなー。